水の恩は贈られぬ。水の恩恵は計り知れないという古くから使われている言葉です。我々日本人は美しい水とともに生きてきました。岐阜県と福井県の県境に位置する冠山、その山中で雫が生まれる瞬間、水の星といわれる地球上の水の中でたった 1% といわれる真水、その中でもこれほど豊かで美しい水は極めて少ない。山の底かしこから染み出すその貴重な雫が流れを作り出す。国内有数の清流揖斐川、そしてとうとうとした流れは悠久の時の中でその流域に文化を生み出しました。この豊かで清らかな水の恵みが長い時間をかけて肥沃な大地を育み、その恩恵を受けて私たちはこの地でさまざまな農作物を育てています。揖斐郡は岐阜県西濃地方の北部に位置しています。揖斐郡には揖斐川町、大野町、池田町の3町があり、面積はおよそ876平方キロメートル、人口はおよそ7万人。豊かな自然に恵まれた風光明媚なこの地は四季折々のさまざまな姿を見せてくれます。揖斐郡一円を管内とする JA 揖斐川は地の利を生かした農作物の生産に取り組んでいます。日本人の主食米作りに水は欠かせません。1キログラムの米を作るのに必要な水の量はなんと4500リットルと言われています。まさに水が米を育てる。清らかで豊富な揖斐川の水が、揖斐川流域で取れるお米が美味しいと言われる理由です。山に囲まれるという独特の地形により発生する朝霧、その朝霧が美味しい茶葉を育てます。
また美しい揖斐川の水や環境を生かしつつ、生産者のたゆまぬ努力と工夫が全国に知られる大野町の富有柿やイチゴをはじめ、さまざまな農作物を育てるのです。それだけではありません。揖斐川流域の恵まれた環境の持つ可能性は無限です。この地で育てることのできる新しい農作物の探求、また食品加工技術なども積極的に取り入れながら、おいしくて安心、しかも食べることが楽しくなる商品も誕生しました。生産者が丹精込めて作った農作物は、おいしいままに地域の人に届きます。朝摘みの野菜はファーマーズマーケットならでは、人気を集めています。揖斐川マラソンをはじめとするさまざまなイベントや行事は、 JA 揖斐川と地域のつながりを強いものにしています。日本語には水に関わる言葉が6500以上もあると言われています。揖斐川、その揖斐の語源は湧き水を田畑まで行き渡らせることを表す揖斐に由来しているとされ、鎌倉時代に現在の漢字になったと言われています。今に至っても私たちは水に恵まれ、水の恩恵を受け続けています。豊かな環境と人々の英知、ここでは安心安全のおいしいが生まれ育っています。